皆さんこんにちは、改めましてリメイジです。今回なんですけれども、韓国でシミ取りに有名なクリニックにやってきました。すごく今日楽しみで、久々にシミ取りをやっていきたいなと思うんだけど、1年ぶりですね。早速ね、中に入って施術を受けていきたいなと思います。カウンセリングをした後にすぐ麻酔クリームを塗る感じですか？そうですよ。そうすると時間的にちょっとロスがない。はい、はいはい、ということで今から施術に入ります。今日は CO2 レーザーを顔全体に打つんですけど、ダウンタイムがあるところは避けてやっていただけるそうです。はい、大丈夫ですか？はい、顎を上げてください。はい、じゃあ注意事項お願いします。はい、まず UV ケアをしっかりすること、はい、それからかさぶたはできるだけ長く自然に落ちるまで取らない、はい、それから今日は水をつけない、はい、テープを貼ったらテープは3日間。はい、はい、始めます。はい、はい、目をつむってください。はい、大丈夫ですか？はい、全然痛くない。本当？全然痛くないです。よかったですね。顎を上げてください。はい、ありがとうございます。빠진 부분 있는지 확인해 주세요. 가가미오네 센세가 밑에 있습니다. 저거 아자ですね. 아자かも. 아자です. 本当に大丈夫ですか? 本当に大丈夫です. 今からボトックスをします。はい、ちょっと待ってください。もしやらない方が良ければやらなくても大丈夫です。見てみますね。はい、자이를안물어보세요하는게좋겠는데여기근육이살아있어요最高6ヶ月の効果ですね。はい、このボトックスは韓国産、韓国製のボトックス。はい、はい、だ이를안무세요. 네, 네, 좋습니다. 자, 표시고. 네, 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 이거벗으면これ脱いじゃったら何もないじゃない。あ、ないです。そういえば。안벗어도脱がなくても。안벗어도충분히할수있다。十分にできました。大丈夫。아니저뭐보여주고싶으면벗어도되는데。見せたかったら。네。あの脱いでもらって。私は大丈夫です。私はいらない。大丈夫ですか？笑えない本当。マジで。지금이쪽근육이조금더없다。아こっちに比べるとこちらの方が筋肉がない。ない？こっちが弱い。うそ。はい、ちょっと待ってください。はい、人によって全然打ち方が違うんだけど、ここ全然痛くないで、毎回肩ボトックスする時とか麻酔とか。なんか軽くこう氷でやってくれたりするところがあるんだけど、ここ何もなしでも全然痛くない。ちょっと初めて。これは結構筋肉をグッと持ち上げられてグサッて打つところが多いんだけど、針が細いんですか？特別バネルを入れて塗る技術と따로있을수있다。針のね、入れ方、刺し方が違うかもしれませんね。大丈夫ですか？はい、이런 TV에나오는게처음이라서그래요。テレビに出るのね、初めてだからって。なるほど。嘘つき。あ、ちょっとオーバーしたよ。私がオーバーしてるって。はい、終わります。じゃあ5分ぐらいゆっくりして。はい、終わります。はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。シミ取りしたところにテープを次ね貼っていただくそうです。テープまみれになりますね。そうですね。でももっと多い人います。本当に頬のところがやっぱ多くなるんで、はい、両方がもう本当に鱗状態だって言われる方多いです。これ貼る作業も大変ですね。そうですね、あの多い方だと2人がかりとか、うん、多い時は3人でやったことあります。いやでも私も最初1回目の時そのぐらいでした。あ、そうなんですね。はい、韓国のメディアでね、これが高須院長と撮っている写真です。これもあのインタビュー番組なんですけど、はい、タトゥーっていうのは問題じゃないかと、はいはい、それでうちの院長とかに取材がいっぱい来るんですよね。でそこにお医者様だから
タトゥリストをそれを合法なのか非合法なのかっていう論争の中でいつもあの国からもインタビュー、指切断した人の事故とかで、はい、亡くなったここに爪の絵を描いてあげたりとか、それをメディカルタトゥーとかパラメディカルって言うんですよ。パラオリンピック一番でも人気なのは半分はシミ取りですよ、ね、半分はアートメイクですね。あ、なんか妊娠した時にお腹が妊娠線ですか、肉割れ、肉割れとかも直せるタトゥーで。ここは9階と10階があって、皆さん10階が受付なので最初に10階に来ていただいて、あの間違いなく、まあ、エレベーターにも書いてあるので分かるとは思うんですけれども、どこにでもこれで日本語が書いてあるから何にも迷わない。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、皆さんこちらですね、ミョンドンの4番出口を出ていただいて、でまっすぐ進んでいただくとここにマクドナルドがあるんですね。でマクドナルドのこのビルです。1分もしないうちにとつくので、でこちらです、こちらのヴィンセントクリニック9階でございますので、本当にすぐでしょう。なので間違いないと思いますので、4番出口を間違いなく来てください。はい、ということで今終わって直後なんですけど、ちょっと写真載っけときます。こんな感じです。まだ麻酔がちょっと効いているような、本当にアットホームで過去一アットホームだったんじゃないかなと思います。あとシミのレーザーもかなり的確にやってくださったので、本当に短時間で終えることができました。で院長先生がすごくメディアにも出ていて、韓国でも相当有名な先生なんですけれども、あのシミ取りとかあとアートメイクがすごく特化しているクリニックでございますので、何も1ミリも不快なく手術を受けて帰ることができたので、ミョンドン皆さん行かれると思うので、その合間にあの施術を受けられるクリニックだなと思います。ということで今回の動画皆さんいかがだったでしょうか。ぜひ、チャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしてください。ありがとうございました。Thank you.